はい、じゃあおはるさん、はい、今回ご飯によく合うシェイプアップ料理は何ですか？はい、料理名はおはるが恋するシェイプアップ豆腐です。 お豆腐が出てきましたね。お豆腐出てきますよ。はい、どんな料理を作ってくれるのでしょうか？はい、お、何？メインのお豆腐が 20% 引き、まあ、お得にね、お買い物しているっていうことはいいと思いますよ。いい主婦になりますね。本当？本当？追加点にしますかね、これは。あれ、これお皿どこだっけ？あ、まあ、もう気にしてないみたいなね。お皿、まあまあ、お皿の方が気になっちゃったようですね。お皿何使おう？私ね、おはるさんが一番ちょっと心配なんですよ。まずお皿から選ぶ。ね。お皿から選ぶ。お皿なんて何も始まんないやんけ。これでいっか。どうしよう。開かない。あれが包丁だ。包丁で。すっごわ。あ、なんか、あ、猫に。こう切れてんのかね。切れてる、切れてる。出てるからね。豆腐の汁出てるから、切れてますよ。お豆腐は切るんですか？え、わかんないです。どっちがいいですか？切った方が、切った方がでかいですね。切った方がいいですか？じゃあ切りますね。2等分ですか？何を作るんですか？そうね、それにもよる。たらこれを切れてるかな、ちゃんと。怖い。おーもうって言ってますけど。じゃあネギ塩作ります。ネギ塩、何このネギ。あ、あれですよね、さっきカナミンが使ったから使ってましたね。あ、そう、途中の。あ、こういうこと。え、すごい。何に感動してるんですかね。何これ。ちょっと剥いちゃった。ネギもろもろネギ剥いちゃった。え、ちょっとさ、違う。あ、できた、来た。あれ、でもネギ塩はあの白い部分しか使わないんで。で、こんぐらいを輪切りしていきます。輪切りじゃない、みじん切りって書いてあった。みじん切り、みじん切りの仕方をよくわからないけど。おめっちゃこの包丁切れるじゃん。え、それおはるさん家で使っている包丁なんじゃない？そう、なんかね、会社は一緒。会社。なるほど。今回火使いますか？使わないです。あ、なるほど。お、大丈夫ですか？すごい。雑音がひどいね。大丈夫ですかね、おはるさん。もうちゃんとね、カチューシャもして。これね、2018年の生誕祭で作ったエプロンなんです。自分で。2018年か。そう。それつけてギター弾いてたっけ？聞いてない。これつけて席替えとレモンかなんか置いて。あ、歌ったのか。そうそうそう。おはるさんネギ大好きですもんね。あ、ネギ好き。みよりちゃんからさ、めっちゃさ、コップ一杯分のネギもらうの、いつも。あの、ラーメンに乗っかってるネギをすぐで食べてた。そうとかね、お蕎麦とかのネギをひよりちゃんがコップ一杯分くれて。かぼた、これもしかしたら食べる。大丈夫です、みじん切りしてあるから大丈夫。なんかみじん切りしたネギは食べれるんですよ。大丈夫大丈夫。はい、ネギ切れました。はい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 。結構みじん切りしますね。うんうん、そんなそんなそんな、なんか楽しくなってきちゃったの。で、ネギ塩を作っていくんですけど、はい、ごま油を入れます。あ、ネギ塩好きなの。鶏ガラスープ入れます。いいですね。レモン汁入れます。ブラックペッパー少々入れていきます。結構調味料が多めですね。美味しそう、食べたい。ネギ塩だけど、お豆腐ヘルシーですからね。だってご飯に合うの。確かに、それ結構気になりますね。え、あ、ちょこっとお砂糖使っていいですか？どうぞ。でもこのネギ塩結構好き。そしたら、はい、そしたらきゅうりを使います。おお、きゅうり。なんか割と時間かかっちゃう気がするんだけど。輪切りなの。輪切りなんですね。あ、そっか、斜めとかか、普通は斜めにしよう。おお、途中で斜め。おはる、何
結局輪切りじゃないですか。形変わってないですよ。変わってるよ。そしてこれをどう乗せるのかというのが、これはただの盛り付けですね。でもいいね、夏のって感じしますね、食材が。確かに夏のシェイクアップ料理。はいはいはい、はい、味付けを豆腐ちゃんにしていきます。じゃあ、ね、盛り付けですか。めっちゃ水ついてるよ、大丈夫？水出てきちゃったんじゃない？そういうこと？水出し豆腐的な。いや、じゃあおはるさん、ここら辺でカメラに向かって胸キュンゼリフをいただいてもいいですか？何それ。あの追加点に結構入ってくるので。ああ、なるほどね。おかえりなさい。今日は夏にぴったりなヘルシーなお豆腐を作ってるよ。もしこれが美味しかったらご褒美ちょうだい。おー、いいですね。いいじゃないですか。手ネギ塩よ。ムキムキの腕枕ですかね。好きですね、腕枕。水だ、水ちょっと出てますけど大丈夫ですか、ね、大丈夫ですかね。これ食べるんですかね、私。そうですよ、大丈夫です。愛はこもってますか。確かに、おはるの愛はいっぱいですね。で、薄めたんですよ、めんつゆを3倍に。おー、それをちょっと加えます。どこに加えよう。どこに加えるんですか。こんな感じ。これ食べるんですか。そしたらキュウリどうすんの。キュウリ入れます。キュウリ、どう置くんですかね。キュウリどうやって置く。ちょっとおはるさん、どう置きますか。盛り付け大事ですよ、結構。お、あ、そういう置き方。なるほど、なるほど。いや、初めてやってみたらいい。こんな感じ。トマトをどう置くのか。こんな感じ。あ、よくない。冷ややっこでありそうじゃない。水切りが冷ややっこですね。お、なんだ、しょうが。しょうが。なんですか、それは。しょうが。はい、はい。お、待ってんだ。あ、周りのね、おさらく終わり。ちょっと周りの汁を吸うのかと思います。はい、恋のシェイプアップ豆腐です。おはるが恋するシェイプアップ豆腐です。完成。完成しましたね。いやー、ヒヤヒヤしました。よかったですね、無事。恋をするならシェイプアップ、シェイプアップ、しゃかりきシェイプアップ、目指すは体重リングサコップ、痩せて痩せて痩せまくれ、健康は損なわずに、行くぜ、ドゥビドゥビヨ、ドゥビドゥビヨ、女の本気を見せるなよ、ドゥビドゥビヨ、ドゥビドゥビヨ。独特の気分だった。色が変わって、ん、お、できた。できた。実際に食べて審査をしていきたいと思います。はい、はい、
私健康中。